皆さんこんにちは、ヌシエンです。今回もウマ娘をプレイしていきます。皆さんは G1 から G3 の全てのトロフィーを集めたことありますか？私はスマートファルコンで集めたことがあって、実際にトロフィーをコンプリートするとコンプリートしたウマ娘のキャラ名でこんな風な称号をゲットできます。全冠称号を手に入れるにはかなり時間がかかるんですが、今回は一度も育成してこなかったキャラクターで1からコンプリートするのにどれくらいの時間がかかるのか検証していきます。それでは早速育成していきます。使用するキャラクターはタマモクロスです。育成するシナリオはもちろんメーカーニュータロックです。1育成で1時間はかかるという全トレーナーのトラウマと言っても過言ではないあのシナリオです。全冠達成にはこのシナリオをやるしか他に方法がありません。マジで空行です。個人的には所要時間はだいたい4時間くらいで終わらせられたらいいなと考えています。まあ4時間というのはうまくいった場合なので、実際はもっとかかるかなとちょっと思っています。ちなみに全冠を達成すると画面上に全てのトロフィーを獲得したみたいなポップアップが表示されるので、それが出るまでの時間を計測していきます。さてタモモクロス全冠を達成するために先に能力値を確認しておきましょう。はい、こんな感じでさすが天皇賞春秋連覇を果たした名馬、中長距離の適性は A となっていますね。ここで注目してほしいのがダートが F、 マイルが E であるところです。全冠達成するときは初期ステータスにどれだけ G が含まれているかで難易度が大きく変わってきます。タモモクロスの場合、客室を除くと短距離のみ G となっています。ということで最初はマイルを A まで引き上げて、マイル、中距離、長距離のレースを勝ち進めていき、途中ダートのレースを消化しつつ最終的に取りこぼしたレースを拾っていって全冠達成をしていきたいと思います。ちなみにタモモクロスのようにダートと短距離の適性が低いと JBC スプリントやネギシステークスなどダートの短距離の重賞を勝つのにめちゃんこ試行回数がいりますので、皆さん注意しておきましょう。タモモクロスの場合、継承で因子が上がれば別ですが、ダートは C、 短距離は D で勝利を求められるのでやっぱり苦行ですね。こういうケースはスピードとパワーを森に持って盛りまくってぶん殴る方法しかないです。そういうめんどくさくて精神的に死にそうになるやつを後回しにするか、先に片付けてしまうかは個人個人で判断が分かれると思いますが、私はめんどくさくて時間がかかるものは後でやるタイプなので後回しにしました。これが吉と出るか凶と出るか。いけるいける、実力はいけ、勝て、あー花咲かよ、くそー俺勝ったでしょ、もうゴリラだよこれ、ゴリラだよこれは、絶対カレンちゃんに勝つ。注目の2、嘘じゃん、なんでだよカレンちゃん、カレンちゃん強すぎじゃね？絶
然終わっておりません。検証開始から4時間がもう経過しましたが、勝てていないレースがまだまだあります。実は育成前にどの順番で勝っていけば一番早く終わらせられるかを緻密に計算したつもりでしたが、案外最初から負けが多くてうまくいかなかったため、完全に計算が狂ってますね。まあ全冠達成を4時間で終わらせようとしてる時点で狂ってるかなとは思うんですけれども、さあここで獲得できていないトロフィーを確認してみます。 G1 はフェブラリーステークス、高松の宮記念、大阪杯、スプリンターズステークス、東京大賞典、川崎記念、柏記念が残っています。 G2 は関東オークス、ダイオライト記念、 G3 はシルクロードステークス、ネキシステークス、阪急杯、ファンタジーステークス、東京スプリント、マーキュリーカップ、芝の短距離やダートのレースは後回しにしていました。ただ大阪杯はもっと早く消化しておけばよかったですね。注目に。痛い。注目の。嘘でしょ。お願い、頼む頼む頼むよ稲荷。注目の2、注目の2。うわー、もう一回やり直しだこれ。注目の2。なんだアグネスデジタル、そんな顔しやがって、ムカつくな。お願いだよ。注目の2。あとちょっとアグネス勝たせてくれよ。うわマジかよ、マジかよ。またアグネスデジタルかよ、勘弁してくれよ。実力ちょっとだよ、アグネスデジタル。アグネスデジタルが強すぎる。なんであの変態。爆心王か。いやー爆心勝てねえ、マジで勝てない。ダートがあーファルコだ。注目の。オッケー来たマーキュリー。東京大賞戦行こう。実力はこれだ。オッケー、この6稲妻や。やっぱね、適正はね偉大だよ。今度こそ川崎記念。注目。これだ。オッケー来た。稲妻や。うーやべえ。実力は。マイスパッドセーフな。注目のに。マイスパッドセーフ。頼むよ。注目のに。なんで？注目の2番に逃げにしたらどうなる？4番玉子。あ、ダメだ。逃げはダメだ。注目の2番に7番
なんでだよ。注目の2。なんでだ。やっぱパワーが足んねえのか。頼むよ。実力は引けを取りません。うわー、マジかよ。もうやりたくないんだが、マジでもうやりたくないんだが、あーもうやりたくないよ。なんで俺こんな苦労しなければならないんだ。検証開始前にお昼ご飯をしっかり食べて臨みましたが、すでにお腹は空腹で全く元気がありませんでした。空腹もそうなんですが、正直言うと勝った時の喜びよりも5時間もパソコンの前に座りっぱなしだと腰が悲鳴を上げていてですね、ゴリゴリと寿命が削れていくのを感じられたのが印象深いですね。勝てるか。実力は引けを取りません。いやー、きつい。注目の2。あとちょっとだった。一番死んだった。あと一番死ん。注目の2。勝った。おっしゃー。あー、アグネスデジタルクソした。あー、ここ勝っちゃいね。注目。ほら来た。注目の2。あとちょっとやから。注目の2。いまいちパッとせえへんな。頼む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 。ああ勝てるかな。実力はこれだ。あったー。キユでした。全くのキユでした。お願い、ダートとかマイル来て。ダートマイル、ダートマイル。うわー、めっちゃ来たー。これは勝ったでしょう。これ勝ったでしょ。これは勝ったよ。さすがにこれは勝ったわ。ここは負けられない。これだ。ほら来た。とどろく稲妻や。ふう、やっとやっと勝てた。検証開始から5時間42分で柏記念を勝利しました。これでダート G1 は全てトロフィーを集めました。長かったですね。でも実は地獄はまだ終わっていなかったんです。いけるかな。プラスチック級だからな。これだ。あ、行ったわ。行っちゃったよ。スプリンターズ6。やばい、クラスチック級で取っちゃった。予定ではシニア級でゲットする予定だったんだけど、クラスチック級で勝っちゃったよ。よし、来た。高松の宮記念、絶対勝ってやる。注目の2番。あとちょっとやったな。いやー、マジか。まだ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 いけるぞ。注目の2番。ぼちぼちって感じやな。カレンちゃんが強いぞ。
実力ぼちぼちって感じやな。マジか、カレンちゃんが強い。注目の2番。あーマジか、カレンちゃん、カレンちゃん忖度して、カレンちゃん注目の。いやーマジかよ。キングヘイローか。実力は引けを取ります。これが。ああ勝った。ああさり勝った。ライバルがキングヘイローだったことが幸いだったのか、目覚まし時計を使わずに高松の宮記念勝てました。でも実はね、まだ獲得できていないレースがあるんですよね。それはネギシステークスと東京スプリントです。この二つは本当に沼です。もちろん悪い意味で。この二つだけ目覚まし時計の使用上限を50個くらいにしてほしいくらいですよ。あー来た来た、やばいやばい。ここは負けられない。あとちょいとやったな。あー4馬身か、差がでかいな。注目の来たー。よっしゃー、ネギシステークスやった。ここでついにネギシステークスを勝利。残るは東京スプリントとなりました。さあ目覚まし時計は足りるのか足りないのか。右回りか。じゃあ右回りのこれつけるしかないな。来ない。あーこれを優勝すれば全冠達成。まだまだいきますよ。ここはまやー、やりました。やっとついにようやくなんとか全冠達成しました。かかった時間は6時間35分9秒。実に1日の約4分の1を費やしました。あー、長かった。はい、ということで、今まで一度も育成したことがない馬娘を全冠達成させるには何時間かかるかという検証動画でしたが、ぶっ通しでやって、爪が甘いところがあったんですが、まあ6時間半ぐらい、まあ6時間35分9秒くらいで、終えることができました。ちょっとね、時間かかりすぎましたね。私の予想だと、まあ4時間ぐらいで終わるかなと思ってたんですけど、ちょっと普通に2時間半オーバーでした。ちょっとね、途中、どの、レースを勝って、どのレースを勝ててないかっていうのを、ちょっとメモをするのを忘れちゃいましたね。どれだっけって思って。まあ、必死にちょっと記憶をたどりながらやったんですけれども、それでも、二重で勝ってしまったりとかね、あるいは見逃してしまったりとかっていうのがありましてね。非常にちょっと、もったいないというか、タイムロスが大きく出てしまった、そういう動画になってしまったかなと思います。まあ、でもね、普通はね、全冠達成ってこんな、ぶっ続けてやるもんじゃないんですよ。そうなんですよ。これ、ぶっ続けてやるもんじゃないです。皆さんは、何日かに分けてやるべきです、これは。一日でやろうと思っちゃダメです。何が辛いってね、目も辛いし、腱鞘炎にもちょっと、なりかけてるというか、マウスのクリックも本当に辛くなってきて、人差し指が痛いですし、一番ちょっと懸念してるのが腰。腰が痛い。もうね、6時間ずっと座りっぱって良くないんですよ。だいたい1時間に1回ぐらい立たなきゃいけないんですけど、非常にこれ体に悪いですね。ということで、今回の動画はここで以上となります。本当に最後までご視聴いただいてありがとうございます。ご視聴ね、お疲れ様でした。グッドボタンだったり、まあ、チャンネル登録、コメントもね、していただけると本当に毎日励みになりますので、どうか皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。ではね、また次の動画でお会いしましょう。ではでは。